2030年以降の SDGs ってどうなるんですか？と、そもそも SDGs っていうのが1960年の国連開発の10年ってやつから始まってるんですよ。でそこから、10年ごとに、第2次、第3次ってあって、2000年に MDGs っていう SDGs の前身ができるんですよ。2000年の時は、8つの目標と21のターゲットと60の指標かなが上がってたんですけど、2015年からそれで SDGs が始まるってわけなんですよ。だから、SDGs が終わったら多分似たような3つの単語が出てきて、それがまた発表されるんじゃないですかね。はい。現状の SDGs の達成状況ってどうなっているのでしょうか。 SDGs の達成状況って毎年国連から発表されてて、 SDGs ダッシュボードってところに掲載されてるんですよ。そのスコア見てる感じでは日本って2021年18位なんですよ。で、日本のメディアとかで SDGs の取り組み遅れてるって言われてるんですけど、世界的に見たら意外と頑張ってんすよ。で、先進国としてどうなのってよく言われると思うんですけど、ドイツとかイギリスとかフランスは確か上位だったかな。でもアメリカとかカナダとかイタリアって真ん中の方の順位なんですよ。ってことは先進国の中でも日本って結構こう頑張ってるんですよ。で、17の目標別の達成状況だと、9番だったかな、9番の、産業と技術革新の基盤を作ろうっていう項目があるんですけど、その中は世界的にダントツで達成されてるんですよ。それに対して、環境関係の項目があって13、14、15とかなんですけど、それはあんまし変わってないんですよ。なんでかっていうと金なんですよ。やっぱり産業と技術革新は儲かるんですよ。で、やっぱり陸とか海の豊かさを守ると金がかかるんですよ。だからやっぱりその違いが進捗にも表れてるんじゃないですかね。でも実際どうやってこのスコアってつけられてるかよくわかんないんですけど、SDGs の存在で世界がいい方向に向かっていくのは間違いないんじゃないですかね。まあ、これからも続けて頑張ってもらえればなと思います。